します。これよりご覧いただくは、浜松市一家に伝わるもののけの伝説、三重の物語。皆様に憂いがあろうことを。闇よ、雷光走りて恐れ訪れ。平安の夜、伏見つ時の酔いの空、雲を裂いて現れたれば、霊と呼ばれるもののけなれば。猿の神戸に狸の袋と鬼は茶が生え虎よけやし、ひょうひょうと鳴くその声が響き渡れば、恐ろしがと病に伏せる者ばかり。はい、ありがとうございました。オレンジの皆さんでした。